お宅の娘さんは、スタヒロによる日本の漫画作品。当初は、作者のウェブサイト上にて連載されていたが、2006年秋に、富士見書房、月刊ドラゴンエイジ市場にて連載を行うこととなり、同年11月9日発売の12月号から2011年11月号まで、連載された。単行本は、全11週間後。なお、ウェブ掲載分は、 第13話まで発表されたが、連載開始にあたり、第10話までが単行本第1週に収録され、第11話、第12話、第13話は、封印中として、公開停止された。第2週以降は、月刊ドラゴンエイジ連載開始以降分が、収録されている。2008年には、ドラマ CD 化もされている。雪村加のう歳。ある日彼女は、 悲願荘というアパートを訪ねてくる。今まで一度も会ったことのない父親に会うために。しかしようやく父親との対面を果たしたその時、彼女は驚愕する。なんと、彼女の父、森崎幸太は筋金入りのお宅だったのだ。悲願荘の愉快な住人たちを巻き込み、幸太と、加納は、ちょっぴり奇妙な親子生活をスタートさせる。果たして二人の間に、 親子の絆は生まれるのだろうか担当声優はドラマ CD 版のもの。第1週2006年12月1日初版 ISBN4 から04から71万2473から7第2週2007年6月9日。初版 ISBN978 から4から04から71万2498から1第3週2007年11月9日。 初版 ISBN978 から4から04から712518から6第3週の帯には、ラキスタの作者ビミズカガミにより応援のコメントが書かれた。第4週2008年5月9日。 初版 ISBN978 から4から04から712549から0第5週2008年11月8日初版 ISBN978 から4から04から712574から2第6週2009年6月9日初版 ISBN978 から4から04から712607から 7第7週2009年11月9日、初版 ISBN978 から4から04から71万2633から 6, 6第8週2010年5月8日、初版 ISBN978 から4から04から71万2665から、7帯には、エマ、オツ、嫁語りの作者、森カオルによるイラストが描かれ、応援のコメントが添えられた。 第9週2010年12月9日、初版 ISBN978 から4から04から71万2702から9第10週2011年5月6日、初版 ISBN978 から4から04から71万2726から5第11週2011年12月9日。 初版 ISBN978 から4から04から712764から7ドラマ CD オタクの娘さん第1巻ドラマ CD オタクの娘さん第2巻不死処房の単行本の折り込み広告プチエイジ内にオタクの娘さん出張版としてその月のトピックとなる作品を親子の会話形式で宣伝している4コマ漫画が掲載されている その後、ゲーマーズの無料配布し、フロムゲーマーズにも、プチエイジとは異なる描き下ろしが掲載された。ホラーアドベンチャーゲーム、コープスパーティーには、と述べ、小学校4年3組、雪村カノーの名札が登場する。オタクの娘さん小説集にはカノーが、コープスパーティーをプレイしているシーンがあり、公式なタイアップとなっている。オタクの娘さん問答集。 スタヒロビより、2008年7月13日閲覧。加納ともおの一人に役。タエコ自身、先生からその人物が愛用していた、同じ柄のエプロンをプレゼントされている。単行本題10周、後書きより、単行本題9周、9ページより、ありがとうございます。